山田決算会ということで、こんばんは、山田と申します。さあやっていきましょうね。山田決算会なんですけどね、なんか正面も暗くなっちゃいましたね。正面の位置をねちょっと書いたんですけどね、なんか失敗しましたね。まあいいんです。照明のね位置の失敗よりもね、痛い失敗がね今月は続きましたよということでね、失敗したデータを見ていきましょう。今回はね、決算会というよりも反省会ですね。はい。かなり痛い数字になってますよというところなのでね。まあ、とはいえね、だからといってね、やめるわけもかなり、そろそろね、まあ、これをやる意味も、なんか、薄れてきてはいる気もするけど、まあまあ、一応今後のデータというもね、見てね、やってますんでね、見ていきたいと思います。あと、ついでに言うと、マイク元に戻しました。ね、こっちのね、ちょっといいマイクね、使ってましたけど、これね、指向性が高い、高いマイクなんで、常にね、こう、顔をくっつけてね、喋るぐらいのね、近くでね、ずっと喋ってないと、音がね、拾いにくい。まあ、その代わり、周りのね、変な雑音とか拾わないでいいんですけど、まあ、こういったね、まあ、基本この、やつやるときとかね、こんな感じで私、動き回りながらね、まあ、基本的にちょっと多動性が高い人間なので、そうするとね、非常に、音が、無駄ができるということでね、それじゃあ、まずいということでね、全然っていうか思ってんですね。こっちのね、元のね、指向性のね、低い、高くのね、マイクの方でね、拾ってやっていこうと思います。動画編集するときに音があまりにも無駄があって、なんか、ふわーってちっちゃくなったりするんでね、これじゃいかんわということでね、こっちの方にさせていただきたいと思います。ピンマイク使うのがいいかもしれませんけどね、だからね、ピンマイク買ってみてやったんですけど、なんかね、ノイズが乗っちゃうんですよ、すっごい。なんかね、そこの対策はね、できないまんまだったんでね、まあもうとりあえずこっちでやっていこうと思います。そっちのね、ノイズ対策ができるようになったらピンマイクするかもしれませんけどね、という感じでございますね。ということで、早速ね、データの方見ていきましょう。あんま見たくね。見たくね、データだ、本当に。今回やばい。動いた。はい、ってことはね、ニコニコのね、データから見ていきましょう。いつも YouTube から見てたけど、まあ、いや、ニコニコ、今回ちょっとニコニコから見ていきましょう。チャンネルをね、YouTube はショーツとあれで分けたんで、その両方で、ね、一応撮っていくんで、そういうのもあって、ちょっとこっちで分けていこうと思います。まず、ニコニコの方からですので、今年、今月とかね、やっていこうと思います。で、ニコニコの方は投稿数が35本。で、視聴回数は、1236。まあ、ちょっと、持ち直しましたね。で、コメント数は36で、グッドボタンが38。このあたりがね、視聴回数と、やはり、に対してね、なかなか、ついてきていないなという、まあ、人気がね、あんま出てないなというのはね、正直な、結果ですね。で、収益の方は1306ということで、ちょっとまたね、ちょっと最低記録を、ついに最低記録、10円以外のところを除くと、1402円を切ったんで、ついに、最低記録を更新という形でね、非常にどこの数字を見ても、どこの数字を見たって、ひどい。まあ、再生数だけが、再生数は、久しぶりに持ち直してるんですけど、もう全然結果がついてきてないよという、感じになっておりますというところですね。なかなか厳しいなというところで、ね、動画の、投稿した動画については YouTube とね、互換性が高いんで、YouTube の方で、しっかりと見ていこうと思いますけど、まあ、多分コンテンツ的に、この、投稿してた動画が、ちょっとね、あまりニコニコ向きの動画が少なかったのかな、5月は。っていう感じはしますね。正直ね、収録してるのが年末、去年の、収録で、編集してるのがゴールデンウィーク前とかに編集してるやつなんで、なんかね、記憶はね、曖昧なんですよね。1ヶ月前の動画なんですよね。っていう感じなんですけどね。実際じゃあ、YouTube の方で見てみましょう。で、YouTube の方で見てみると、もうさらに悲惨な、結果になっておりますと。まあ、これは悲惨ですね。2023年6月の結果がこんな感じの、投稿数が36、えらい減ってるなっていうところですね。で、視聴回数は3982。ここのところで1万再生をね、超えるアベレージが取れてきたなと思ったらね、ガクンと下がっておりますということでございます。視聴時間も125とダッカーンと減ってますね。これはね、結構痛いですね。サブスク、登録者も、2人、の増えっていうことで、もうかなり低水準の数字に戻ってます。
まあ、これ、一つの要因は、ショーツコンテンツを、逃しましたよってことですね。ショーツコンテンツは、山城のチャンネルの方に、移管したんで、それがね、思った以上に、響いていまして、それがこんな数字になってるなぁというところでございますね。まあ、それの影響は非常に大きいと思います。うん。投稿数が特に減ってるのはこれですね。うん、で、視聴回数もそれなんですけど、1万5000のうち1万再生ぐらいがね、あれだったんで。なんですかね、これがね、痛いのがね、こっちから見ていくとあれですけど、まあ、人気動画のね、やってね、見たらわかると思います。ジョイボタン429の、満腹屋が345で、ナバリドンキ、これだけ新着の動画かな。で、これだけ125で入ってきてますけど、っていう感じで、全く新規の動画が伸びてないと。いうことですね。まあ、今までは、これ、ショートのところ、新規動画がバーッと埋めてたけど、これは、いわゆるショートなんで、その、バレンでバーッと伸びるんで、こういった動画がなくても、ま、軒並み、だから、人気どころが全部いなくなって、だから、女優ボタンのやつとかも、そうですね、ここら辺と変わってないですもんね、345とかで。うん。だから、再生数稼いでくれとったのをドカンと移籍した結果、ルーズルーズの関係になってた。ウィンウィンでね、これでね、こっちも伸びて、こっちも伸びてっていうね、ウィンウィンの感じでね、ショーツコンテンツっていうふうにね、思ってたんですけどね、全くダメでしたね。というか、まさに、共倒れという結果になってしまったと。まあ、共倒れになったかどうかというとね、もう一つのやつ見たらわかるんですけど、こっちがね、それで、始めた、ショーツコンテンツの方の結果なんですけど、投稿数は31、51とね、6月51と、やっぱこっちの方が多くなりますね。で、視聴回数は3261ってことなんで、まあ、こっちはね、登録者数が64って10人のね、チャンネルなんですけど、10人のね、チャンネルにしては再生回数は非常に多いと思います。ただ、問題は、合算したときで3200足す3900なんで、7100ぐらいか。ってことなんで、これが合算した数字がね、1万5000超えとるよとかって言うんだったら、ああ、分けた意味あったなってなって、分けてトントンやったら、ね、まあ、分けてよかったなってなるし、これがね、お互いのやつを足してね、1万7000、2万とかね、行くようだったら、おお、分けて大正解やんってなるところだったんですけど、残念ながらね、そうはならずというところで、もう完全にどっちも共倒れというふうになりました。まあ、こっちの数字からポンと伸び始めてきたんでね、あれかなと思ったんですけどね。まあちょっと、7月いっぱい様子を、7月いっぱいまでも様子を見ないかもしれない。またちょっとショーツコンテンツをやっぱしこっちに戻すという、形で、準備はしときたいなと思います。多分、その場合、戻すってなった瞬間に、いきなし1日、40本ぐらいこっちのね、投稿してた動画を映すのか、もうこのまんまにして、もう一回山田もぐもぐね、とか、この、こっちの方でやってるやつを、また、スターステーンの方に戻してきて、こっちはまた、休眠状態にしとくかね、っていうところなんですけど、まあ、休眠状態にするのが一番かなとは思ってますけどね。映して、こっちのコンテンツに全部映して、とりあえず、やるというのも、まあ、一応視野に入れてます。まあ、増えてるのは増えてるんですけど、まあ、そこまで、増え数が少なくないんで、全くシナジーが出てないというのが、まあ、まあ、厳しい結果ですね。まあ、結果は、それね。で、視聴時間もね、こっちの方が 16.7 で、ですので、これにね、16足しても、視聴時間ももう完全に下がっちゃってるんで、うん、厳しいかなという感じがするんで、うん。いや、話しててね、もう今週末に戻そうかな。今15日に撮ってるんですけどね、もうなんか、馬の気に戻してしまった方のがいいのかもしれませんね。という感じはしてますね。うん。ですので、多分8月ぐらいになってくると、ただ8月は8月でもう、こっちのショートコンテンツを1日3本投稿して、ロングコンテンツを1日2本投稿の1日5本投稿体制にしようかなみたいな感じでやってたんですけど。まあ、もうそれを全部1チャンネルにまとめる。普通はね、1チャンネルで1日3本以上動画投稿するのはあんま良くないよっていうね。話もあるし、アナリティクスというか、その、通知とかで、表示が反映されなくなってしまうんで、良くないよっていうね、話もあるんですけど、まあ、今更な感じもしますんでね、そのあたりもガンガン、1チャンネルでまとめてあげた方がいいかなと思います。正直、今の数字だけ見てるとね、うん、
まあ、こんだけ、はっきりと、悪い数字が出たんで、もうすぐに戻しちゃうっていうのも手かなとは思っております。という感じですね。まあ、そんな感じ。その時はね、こっちの方の、山田もぐもぐとか、あっちの方でやってたやつを、バッとまたこっちの方に、今月コピーしてね、移して、やりますので、なんか上がってくるなと。まあでもそこまで気にして見てる人もね、少ないと思いますんでね。もう移して、向こうの方をね、限定公開の方に変えちゃっとくか。というような感じでね、やっとくか。もう、今週のうちにやっちゃうか。それ。やるわ。やろう。って感じでね、まあまたちょっとこっちの方にショートコントと移ってくると思いますけど、どうぞよろしくお願いいたします。という感じですね。まあそんな感じかな。うん。よし。っていうところですね。まあそんな感じでね、まあいろいろとまた、やっていきたいなと思っておりますという感じですね。まあそんなに正直、見てる数字、まあ何の動画投稿したかとか見ときましょうか。このアカウントに投稿している動画が、1日が、一気見のね、何期のやつですね。これと何も再生数。16とかだね。うん、で、味よし行きの、じゃんけんの旅やったもんね。あと、カクラカラウロ出し忘れとって、やってみたり。これはね、意外と、反応があって。そう、40歳ってくらい入ってますもんね。うん。やっぱ、辛いもんね。しかも、あ、これ初めての方が、これまで食べ比べとかやったやつとかもね、ちょっとね、結構、見ていただいてるみたいで。っていう感じですね。で、カニカン食べられたちゃんとかしたり、あ、これ中物でね、買ってきた、アスキロクのやつだけ、ちょっと単発で入れましたけど、これあたりとかは、ちょっと入ってるね。うん。ありがたいですね。っていう感じかな、というところですね。で、あとは、じゃんけんの旅がずーっと続く。じゃんけんと言いながらね、もう、もはや完全に、ただの大統領探す旅になってましたけど、で、あとキーボードをね、買い替えましたよってことで。このキーボードね、非常に調子いいです。やっぱね、いいですね。このクリッキータイプいいですね。メカニカル構造のやつ。うん。ね、すごくね、ガチガチ押す、うちみたいなハードに押すタイプの、人でも、ちゃんとね、キーがね、へこたれずにね、全然余裕やれっていう感じのね、ガチガチ感があるんでね、非常に助かります。という感じかな。よし。はい、こんばんは、山田と申します。さあ、どこからなった?あ、これか。さあ、という感じですね。まあ、前日ですね、蝶とかなくなったんで、大きなね、山がボーンってできることもなくなったんですけど、ただただ低水準になったっていうね、まあ、非常に良くない、傾向になってしまったんで、まあちょっとここはね、持ち直しをかけて、ショートコンテンツ。もしかしたら、ですから、今週末なんか、あ、そっか、これの動画の方が後に上がるかな。これの動画の前になんかやったらショート上がって、たことなくねって思った方がいらっしゃったら、これです。もう多分この後今からパシャンと落とした瞬間に一気にバーってやっちゃいます。もうね、思いついたらやっちゃうんでやりましょう。よし、じゃあ、そっちの方の作業にかかっていこうと思います。まあ今月はもうこんな感じと見るもみさんなのでね。まあそれでまた戻るのかって言ったらまあ結構怪しい。一回これやってね、バラしちゃったやつをね、もう一人に戻して、ね、じゃあこれでまた一番最初に戻りますよってね、なる方はね、多分ならないですよ。正直また、それでね、ごちゃごちゃってするとね、まあ、正直、また数字落ちるかなっていう感じはしますけど、まあ、一旦ちょっとここはね、まとめ、正直、やっぱ2チャンネル、展開するよ。これだけの量を上げるってなると、なんか、結構ね、やってる途中でもね、もうね、10回ぐらいね、間違えて5投稿やってちゃってるんでね、ロングコンテンツの動画をね、ショートの動画のところであげたり、まあ、アイコンが似てるっていうのもね、ちょっとあるんですけど、ちょっとね、そのあたりとかもね、ちょっとね、あるんで、こっちのね、方にもう一回集約して、とりあえず、動画投稿本数が3000本、5000本かな?で、ね、ショートコンテンツとかもね、全部映して、ガンガン量を上げるような形でしょ、こっちの、チャンネルコンテンツを5000本ぐらいまで、
あと、あと3000本ぐらいか。徹底的に量を仕掛けてね、ちょっとデータを取っていこうと思います。ということでね、また、なんかわけのわからん動画がいっぱい上がると思いますけど、まあね、そんなね、わけのわからん動画、でも、なんかわけがわからんし、それはそれで逆で、かもしれんと、ね。思った方も思ってない方もね、ぜひこの動画を見た方はね、チャンネル登録とね、とりあえずチャンネル登録ね、していただけると、助かりますということです。全部の動画を見てくれるわけですからね、言うスタンスではないんで、気になる動画があったら見てもらったらいいよっていう感じなんでね、ぜひね、そんな感じでね、そのためにはね、登録をね、いただくというのは非常に大事になってきますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。今日久しぶりに短いよ、15分でまとまったよ。だって話す内容が、悲しすぎるんだもん。来月はね、1万再生とかね、行くといいなと思いながら。ね、行かない、無理、戻したところで無理。なんでね、ちょっとそのあたりはちょっと、今年中にもう一回1万再生行けるようなね、体制にね、整えていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。